バチカンバチカン四国、バチカン四国、通称バチカンはヨーロッパにある国家で国土面積は世界最小である、ただし国際連合加盟国に限る場合はモナコが国土最小国に該当する。バチカンやバチカン、バティカンとも表記される。なお、経済指標はイタリアに統合される。 バチカンは、ローマ教皇庁によって統治されるカトリック教会と、東方天霊カトリック教会の中心地、いわば、総本山である。バチカンの統治者は教皇である。ローマ法王庁の責任者は、国務長官、カーディナルセクレタリー・オブ・ステート、通常は、数期教、実際の統治は、バチカン四国行政庁、町会兼バチカン四国委員会委員長。 カバナオブバティコンシティアンドプレジデントオブザ・ポンティフィックルコミッションフォーバティカンシティ・ステート通常は数企教が務めている。教皇は2013年3月13日に選出されたアルゼンチン出身のフランシスコが務めている。国務長官はイタリア人の数企教、行政庁長官兼四国委員長はイタリア出身の数企教が務めている。宗教国家であることから 国籍は生殖についている間に限り与えられる国民と国籍説で口実。バチカンという名称はこの地のもともとの名前であったウアティカヌスの丘マンズ・バータクニスから取られている。ここに教会が建てられ、やがてカトリック教会の中心地となったもともとの理由、この場所で聖ペトロが殉教したという伝承があったためである。公用語はラテン語であり、 公式文書に用いられる。ただし、通常の業務においてはイタリア語が話されている。また、外交用語としてフランス語が用いられている。また、敬語にあたる、スイス人衛兵たちの共通語はドイツ語である。このほか日常業務ではスペイン語、ポルトガル語、英語も常用されている。バチュカンの地は古代以来ローマの郊外にあって、人の住む地域ではなかったが、 キリスト教以前から一種の聖なる地だったと考えられている。約3000年前には、ネクロポリス、古代の死者の町として、埋葬地として使用され、その後もローマ人の共同墓地として使用されていた。326年に、コンスタンティノス一世によって、聖ペトロの墓所とされた、この地に、最初の教会堂が建てられた。やがてこの地に住んだ、ローマ司教が教皇として、 全カトリック教会に対して強い影響力を及ぼすようになると、バチカンはカトリック教会の本拠地として発展し、七百五十二年から十九世紀まで存在した教皇領の拡大に伴って栄えるようになった。教皇は当初はバチカンではなく、ローマ市内にあるラテラの宮殿に四世紀から千年にわたって居住していたもの、1309年から1377年の アビニョン補修時代に、ラテラの宮殿が二度の火災によって荒廃したため、ローマに帰還した教皇は、サンタマリア・マッチョーレ大聖堂に一時居住した後、現在のバチカン内に教皇宮殿を建設しここに移り、以後バチカンが教皇の座所となった。1506年には二代目である現、サンピエトロ大聖堂が着工し、1626年に竣工した。 教皇は19世紀中盤までイタリア半島中部に広大な教皇領を保持していたものの、イタリア統一運動の活発化に伴い1860年にイタリア王国が成立すると法皇領北部は摂取されたため、ローマ教皇庁とイタリア王国政府が関係を断絶した。この時点では法皇領南部のローマ市及びラティウム地方は教皇の手に残っていた。 1870年に、不屈戦争の勃発によって、強皇領の守備に当たっていたフランス軍が撤退すると、イタリア軍が残存強皇領もすべて接取し、バチカンは、イタリア領となった。翌1871年には、イタリア政府は強皇にバチカン及び、ラテラの宮殿の領有を認めたものの、強皇ピウス旧姓はこれを拒否し、1870年から1929年、 と称して、バチカンに引きこもった。この教皇庁とイタリア政府の対立は、ローマ問題と呼ばれ、以後50年以上にわたって、両者間の断絶を引き起こした。このような不健全な関係を修復すべく、イタリア政府とバチカンの間で折衝が続けられたが、1929年2月11日になって、ようやく教皇ピウス11世の全権代理。 カスパッリスーキ教徒ベニートムッソリー首相との間で合意が成立し、三つのラテラの条約が締結された。条約は教皇庁が法王領の権利を放棄する代わりにバチカンを独立国家とし、イタリアにおけるカトリック教会の特別な地位を保障るものであった。この措置はイタリア国民にも広く支持され、教皇との和解を実現したムッソリーニの独裁体制は、 より強固なものとなった。1984年になると、再び政教条約が締結され、イタリアにおけるカトリック教会の特別な地位などの、いくつかの点が、信教の自由を考慮して修正された。法的には、バチカンの生態は、非世衆の主張公先生であるとみなされる。主張である教皇の権威は、バチカン四国のみならず、聖座全体に及ぶものである。 法王は80歳未満の数奇教たちの選挙、コンクラーベによって選ばれる。教会法において教皇に必要な資格は男性のカトリック信徒であるということだけであるが、実質上は80歳未満の数奇教たちの御選になっている。バチカン四国とローマ教皇庁は同義のようだが微妙に同義でない。例えば、バチカン四国の最高責任者として行政庁長官。 がが存在するが教皇庁の実質的な責任者は国務長官が務務めてい国務長官はバチカン市国の外交部門の最高責任者でもある。立法権は、教皇の任命によるバチカン市国委員会が持っている。委員会のメンバーの任期は5年となっている。しかし、人座空位が発生するとカメル連合と首席数企業以外の省庁の長官や評議会の議長は、 自動的に一旦解職される。新しい教皇がコンクラーベで選ばれるまでの間は、カメル連合を長とした、数期教団がバチカンを管理する。そして新しい法王が選ばれると、新教皇は、首都座空位前に勤めていた各長官、議長に対て、当面の間職務を続けるよう命じ、業務が再開されることとなる。もちろん新教皇が、長官、 議長だった場合はついていたポストに公認が割り当てられることとなる。直近の例は2005年のベネディクト16世の選出時で彼が協議省長官についていたため公認がほどなく選ばれている。バチカン四国は一切の軍事力は保持していない。警察力も衛星中立国であるスイスからの傭兵である四国警備員、スイス陣営兵が担当している。 イタリアとの入出国は自由。国境線もガードレール風の柵があるだけで、国境検問所の類は一切なく、よって出入国管理体制もない。国内は公開の区域に限り入場は自由で、イメージとしては街中にある、教会堂とその敷地に近い。そのため、各国から首脳や気品が参列した2005年の教皇、ヨハネ・パウロ二世の葬儀では、 国境の外側を取り囲むイタリア側が警備を行ったことで、事実上国内警備につながった。法王の衛兵として、スイス人衛兵が常駐している2007年現在110人。1505年1月22日に、教皇ユリウス2世により創設され、1527年、ローマがカール5世の神聖ローマ皇帝軍に侵攻された際まで役立つ、ま略奪。 身を犠牲にしてクレメンス七世紀の避難を助けた。現在はスイス国内でカトリック教会からの推薦を受けたカトリック信徒の男性が選ばれている。その制服は一説にはミケランジェロのデザインとも言われるが、1914年に制定されたものである。その派手なデザインは伝統的なスイス傭兵というよりも、むしろランツクネヒトを彷彿とさせる。 スイス人衛兵たちは、一応武器の傾向はしているものの、本質的に、機上兵である。1981年、ヨハネ・パウロ二世が襲撃された事件以来、教皇が公の場に出ていくとき、スイス人衛兵たちは、催涙スプレーを常時傾向するようになったという。かつては、スイス人衛兵だけでなく、教皇騎馬衛兵や宮殿衛兵と言われる。 英兵隊が存在していたが、形式的なものになっていたため、パウロ六世によって1970年に廃止された。日本の外務省は、ローマ教皇を国家元首とする独立国家をバチカン四国と呼び、その勢俗両面の総称をバチカンとしている。日本のカトリック教会の中央団体であるカトリック、中央協議会は、1981年の ヨハネ・パウロ二世の来日時に、それまで混用されてきた、教皇と、法皇の故障を統一するため、世俗の君主のイメージの強い、王という字を含む、法皇でなく、教皇への統一を定めた。以降、日本のカトリック教会の公式な表記では、法皇でなく、教皇が用いられている。この時、東京にある、ローマ法王庁大使館においてもこれに合わせて、法王庁から、 教皇庁への名称変更を行おうとしたが、日本国政府から日本における各国交換の名称変更は、クーデターなどによる国名変更時など特別な場合以外は認められないとして認められず、ローマ法王朝大使館の名称のまま現在へ至っている。官報や外務省の公文書でもローマ法王の子が用いられているため、これが 日本国政府の用いる公式名称であるとみなされる。このような経緯もあって、現在においてもマスメディアでは依然として、教皇と法王の故障が混用されている。2018年2月9日、衆議院に予算委員会で山内光一がこの件で質問を行っている。事前に通告されたのを受けて、外務省が当事者である、中日大使館及び、 バチカン本国へ問い合わせを行ったところ、いずれも名称変更、イコール、教皇への役語統一を求めていないと回答されたと言う。しかし河野太郎外務大臣は2015年に表記変更を行ったジョージアの例を挙げつつ、要望があれば対応することを表明した。バチカン四国が成立した百二十九年以降、国際法上の主権国家となったことに合わせて、 バチカンの外交施設が各国に派遣され、同時に各国の外交施設を受け入れるようになった。2011年現在、バチカンは174カ国と国際連合及びマルタ騎士団の特命全権大使を受け入れており、179の国と地域に対しあるいは外交施設を派遣している。日本がバチカンと 正式な外交関係を樹立したのは1942年で、この時相互に公使館を設置したが、戦後を一旦引き上げて1952年に再設置した。日本は1958年にバチカン四国日本公使館を大使館に格上げし、バチカンが東京のローマ法庁公使館を大使館に格上げしたのは1966年現在に至っている。 日本国大使館、正式名称、在和チカ日本国大使館は、狭いバチカン市国内では、土地が取れないため、隣国イタリア・ローマに置かれている、バチカンと外交関係を有する国のうち、約100カ国は、かつであり、上駐大使を派遣しているのは日本を含めて80カ国弱である。なお、東京にある、バチカン大使館の正式名称は、ローマ法庁大使館。 である。もう参照。イギリスとは、ヘンリー・パッセイの離婚問題、国王史上法によって、イギリス国教会が設立されてから、ローマ教皇が、イギリス王を破門する形で断絶が続いていた。以来、イギリス国王とローマ教皇は、没交渉であったが1914年に交渉が、回復した。バチカン四国が建国され、主権国家として、 外交関係が樹立されたのは1982年のヨハネ・パウロ2世のイギリス死亡クタビ以降である。2010年にはベネディクト16世が国賓としてイギリスを訪問。その当礼として2014年にエリザベス2世、エジンバラ公フィリップがバチカンを訪問した。しかし、ベネディクト16世の頃は彼の超保守的な思想やカトリック聖職者の性的虐待問題で、 イギリス国民が、次のフランシスコの時は彼がアルゼンチン出身であること、フォークランド諸島で紛争を抱えるイギリス政府が態度を硬下させている。ロシア連邦とはロシア革命以降外交関係を持っていなかったが、ソビエト社会主義共和国連邦の崩壊後、外交関係再設定への動きが進み、2009年12月3日に大統領ドミートリー・メドベージフが バチカン四国を訪問して、教皇ベネディクト16世と会談を行い、国交が樹立された。翌年の2010年には、正式に大使が交換されている。ウラジーミル・プーチンは、大統領、首相として、通算4度バチカンを訪れ、時の教皇と会談している。キューバは1935年に国交を樹立してから、キューバ革命後も、国交断絶しなかった。 唯一の共産主義国である。バチカンと中華民国は1942年より外交関係を有している。中華民国が中国本土を実効支配していた時代には北京市に大使館を置いていたが中国大陸において中華民国の実効支配地域がなくなったため1951年にこれを撤退させざるを得なくなった。その後、 中華民国の実効支配地域である台湾の台北市に大使館を移転し、その後も外交関係を維持している。2011年現在、バチカンと外交関係が樹立されていない国は16、カ国である。主な国家としては、共産主義国家の中華人民共和国、中国、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、ベトナム、ミャンマー、ラオスと、 イスラム国家のサウジアラビア、オーマーン、アフガニスタン、ソマリア、モーリタニア、ブルネイなどがある。ただし同じイスラム国家でもアラブ首長国連邦やラン、王政のヨルダンなどとは外交関係がある。共産主義国として宗教の存在を否定する中華人民共和国とは、信教の自由がなく、教会を政府の管理下に置き続ける上、キリスト教関係者を逮捕。 追放するなど弾圧を続けていることを理由に、1949年10月1日の中華人民共和国の建国以来、国交を持っていない。国交はないものの、バチカンと中華人民共和国は、司教の任命権の問題など多くの困難な問題を抱えながらも、外交関係の再設定を目指して、水面下での協議を続けてきた。 例えば1979年には中華民国台北支派権の外交官レベルを臨時代理大使に格下げし中華人民共和国との関係改善への意欲を見せている。香港のカトリック・香港教区は1997年の香港返還後もローマ教皇庁の直轄教区である。2015年9月28日には教皇。 フランシスコ自らが中国政府との接触を認めており、バチカンの国務長官は中国との国交樹立の意向を明言している。2018年9月22日、バチカンと中国は長年対立していた司教の任命権をめぐる協議について中国はローマ教皇の国内における地位を認める代わりに、バチカンは中国が独自に任命した司教を認めるという内容で、 暫定的な合意に達したと発表した。これに関して、バチカンと中華民国は、両国の外交関係には何ら影響を与えるものではないとそれぞれコメントしている。イスラム教を国教とする中東の絶対、王政諸国も、アッラーフ以外は、神と認めない。神は、型がないとする、教えのために、その代理物を作って礼拝する、いわゆる偶像崇拝も許さないために、 バチカンとの国交はない。ある時期、バチカンからの教皇施設、アップストリック・デラゲイトが満州国に派遣されていたのは事実だが、この時、日本のマスコミが、バチカンが満州国を承認と喧伝した教皇施設は、現地のカトリック・信徒のために派遣されるもので、外交的な意味を持たない。その証拠に、教皇施設の派遣を管轄するのはバチカンにおいて、 宗教業務を担当する福音宣教省であって外交を司る総理省ではない。現代でもミャンマー、ベトナムなどのようにバチカンと外交関係を樹立していないにもかかわらず強皇施設が派遣されている国々がある。国際連合には長らく高級的オブザーバーという形式で代表を派遣していたが2004年7月に 投票以外のすべての権利を持った代表となった。投票権を行使しないのは政治的中立を維持するためであり、当時の国連バチカン代表であった大司教も投票権を持たないことは私たち自身の選択ですと語っている。バチカン四国はローマの北西部に位置するバチカンの丘の上、テベレ川の右岸にある。その国境はべてイタリアと接しており、かつて教皇を 外部の攻撃から守るために築かれたバチカンの城壁にって敷かれている。面積は約 0.44km と国際的な承認を受ける独立国としては世界最小で東京ディズニーランド約 0.52km よりも小さく中国北京の天安門広場約 0.40km と同じくらいであり、皇居 1> 約1 1 5トルのおよそ8分の3。その狭い領土の中に、サンピエトロ大聖堂、バチカン宮殿、バチカン美術館、サンピエトロ広場などが肩を並べている。また、ラテラの条約の取り決めに従って、国外のいくつかの区域、イタリア・ローマ南東、約2 0トルにあるカステル・ガンドル法の、強行別荘であるガンドル法上、3、ジョバンニイン・ラテラの大聖堂、3他、 マリアマジョーで大聖堂などのダイバージリカ、教皇庁事務所などでも、バチカンの主権が認められている、バチカンの行政区画も参照。これらの中には、バチカン放送の建物も含まれているが、タンパラジオの送信書は、国外のイタリア・ローマ郊外にあり、その敷地内には、バチカンの治外法権が認められている。外国人観光客が入れる場所は、サンピエトル広場、 サンピエトロ大聖堂、バチカン博物館周辺のみで、その他の場所は外国一般人立ち入り禁止区域となっている。バチカン四国の気候はローマの気候と同じで地中海性気候の区域に属している。5月から9月は寒気にあたって小高温であり、10月から5月は雨季で冬は冷え込む。以下、ローマの気候図を示す。バチカンの 国家予算は2003年のデータで歳入が約277億円で歳出290億円となっている。主な産業として出版業、モザイク制作などがある。バチカンは国家というにはあまりに特殊な存在であり、下記にある宗教活動協会の投資運用は除き、利益追求の産業活動は行っていないため、歳入は聖ペトロの献金。 ピーター・スペンスとして知られる、世界中のカトリック・信徒からの募金、切手の販売、バチカン美術館の入場料収入、出版物の販売などによるものである。第二次世界大戦中の1942年に、ピウス12世によって、それまでの、州務委員会から改組され設立された、バチカンの国家財政管理を行う組織である、宗教事業協会、インスティテュート・パール・オペレ、 T.I. リリジャニー、R. バチカン銀行とも呼ばれるが、各国の民間の投資銀行を通じて、投資運用し資金調達を行っている。上記の国家予算には、宗教事業協会の投資運用による利益は入っていない。1980年代前半までは、宗教事業協会の投資運用と資金調達を行う。 主力業としての業務は、イタリア国立労働銀行の子会社のアンブロシアーの銀行が行っていたが、1982年に、同協会のポール・マルチンクス・ヒロツカサ教と、教皇の銀行家と呼ばれていた、アンブロシアーの銀行のロベルト・カルビト・ードリのもとで、起こった、マフィアや、極意秘密結社であるロッジ・ピーニが絡んだ、多額の使途不明金と、資金洗浄に関わった、不祥事の影響を受け、 同行が破綻し、カルビト踊りなどの複数の関係者が暗殺されて、以降は、ロスチャイルド銀行とハンブローズ銀行などが行っている。また、この事件は、アメリカ映画、ゴッド・ファーザー・パート・イーでも取り扱われている。宗教事業協会はたびたび、マネーロンダリングなどの違法な取引に関わったと指摘されており、近年も2009年11月と2010年9月の2度に、わたり、 宗教事業協会とエットーレ・ゴティテレスキ総裁がマネロンダリングに関係したとの報告を受けたイタリアの司法当局が捜査を行い、捜査の過程で2300万ユーロの資産が押収されている。2013年5月22日、独立機関の聖座財務情報監視局は2012年の金融取引において6件のマネロンダリングの疑いがあると発表した。 2013年6月28日には、現金4000万ユーロ、約52億円を無申告で、スイスからイタリアに運ぼうとしたとして、スカラーの司祭がイタリア警察に逮捕された。2013年7月1日には、幹部2人が辞任に追い込まれた。バチカン職員の給与水準は、イタリア・ローマの平均給与よりもやや良いと言われている。 独自通貨を作らないため、以前はリラが用いられていたが、イタリアがユーロに通貨を変更した2002年1月1日以降、バチカンでもユーロが流通するようになった。なお、バチカン発行のユーロ通貨は、ユーロ圏ならどこでも使用することが可能であるが、切手は国内専用で、バチカン国内で他国の切手は使えない。かつては、バチカンを取り囲むように古い住宅が、 ゴミゴミと立ち並んでいたが、1920年代にイタリアの実権を握ったベニートムッソリーニは、ラテラの条約によるカトリック教会との和解を世にアピールしようと、サンピエトロ大聖堂正面の家屋を大胆に撤去し、広い街路を敷いた。これが和解の道と言われるバチカン四国前のメインストリートである。空港はないが、中型ヘリコプターが、 発着可能なヘリポートが一つある。鉄道は、イタリアのサンピエトロ駅から分岐して、バチカン駅へ向かう863メートル、内国内は227メートルの鉄道路線がある。現在は、定期旅客列車は走っておらず、たまに貨物列車が入線するのみで、旅客輸送は行っていない。この鉄道路線は、イタリア国内分も含めて、バチカン国有のものであるが、 列車の運行はイタリア国鉄が代行している。郵便局と電話局が一つある。イタリアローマ市民たちは国際郵便を出す場合、地元の郵便ポストからイタリア郵便を通すより少し歩いてでも国境を越境してバチカン市国の郵便ポストに投函する方が格段に早く確実に郵便物が郵便受けに到着することを知っている。 この場合当然に、イタリア発行の切手は通用せず、バチカン市国発行の切手を重複する必要がある。ローマ教皇庁が所有する自動車は、SCV というナンバーが付く。この3文字の意味は、バチカン市国の略である。バチカンの人口は832人、2011年7月、推定値であり、彼らはバチカンの城壁内で生活している。 バチカン市民のほとんどはカトリックの修道者であり、数奇教、被災などの聖職者と除外されていない修道士、修道女がいる。教皇庁で働く修道者以外の一般職員は三千人にも上るが、彼らのほとんどは四国外、すなわちイタリアに居住し、そこから通勤している。また、スイス人衛兵もバチカン市民である。衛兵の宿舎は四国内にあるが、 四国外、すなわち、イタリアに住居を持って通勤している衛兵もいる。星座の外交官や各省庁の官職にあるものは、教皇庁の公用の必要がある場合に、バチカン四国のパスポートを取得することができる。いわゆる外交パスポートに相当するものは、青色の表紙をしている。なお、一般のバチカン四国住民には、四国パスポートは発給されない。イタリアとの間の移動。 イタリアなど、宣言協定国間の移動には、パスポートは不要であるため、欧州連合内は自由に移動できる。2003年末の時点で、バチカンの居住権、いわゆる市民権あるいは、国籍を保持する者は552名に及ぶ。そのうち61人が数奇教、346名が死教、死祭などの聖職者である。101名がスイス人、英兵。 44人が一般の職員である。すべての者のがバチカンの居住権と合わせて従来の国籍も保持している二重国籍。バチカン居住権は聖職者も含め基本的にバチカンで職務についている機関に限って与えられる。教皇庁の職員の多数を占めるイタリア人職員たちには外交業務などにおいて特に必要がない鍵、居住権は与えられない。 また、バチカンの市民権は、上記のように職務に対応する特殊な地位であるため、たとえ、バチカン市国内で出生しても、出生地主義による国籍の取得はできない。バチカン市長における、女性職員は600人程度で、信徒であることが必須であるが、初の女性職員は1934年に、採用されたドイツフランクフルト出身の異教徒、ヘルミーネシュパヤー。 ユダヤ教徒であった。バチカン四国は国家自体が世界文化遺産の宝庫である。サンピエトロ大聖堂やシスティーナ礼拝堂など、ボッティチェッリ、ベルニーにニ、ミケランジェロといった美術史上の巨匠たちが存分腕を振るった作品で満ち溢れている。また、バチカン美術館とバチカン文書資料館には歴史上の貴重なコレクションが大量に収められている。 バチカンは1984年に世界遺産に登録されたバチカン四国、世界遺産を参照のこと。バチカンに定住している人々はカトリック教会の聖職者国家という性格上男性がほとんどである。わずかな女性たちが職員として教皇庁で働くために2つの女子修道会が支部を置いている。バチカンで働く聖職者たちは 数奇教などの高位聖職者を除けば、ほとんどが修道会員である。バチカンは聖地であるため、服装規定がある。特に女性は観光客であっても、聖堂内に入る時などに服装に気を使うこと、ノースリーブの服なら上から何かを羽織る、半ズボン禁止などが求められる。バチカンは巡礼者のみならず、全世界から訪れる観光客で、いつも賑わっている。 教皇は世界から訪れる信徒のために毎週日曜日には彼らの前でミサを取り行い平日にも信徒と共に行う新人業や一見、通常は毎週水曜を行っている復活祭などの特別な祝日にはサンピエトロ広場に姿を見せて世界に挨拶を送るのが習わしとなっている新聞としてオッセルバトーレロマーの紙があるこれは 教皇庁の公式誌であり、イタリア語版が日刊で、英語版、スペイン語版、フランス語版、ドイツ語版、ポルトガル語版が週刊で、ポーランド語版が月刊で発行されている。さらに公式ウェブサイト、ラジオ局、衛星テレビ局がある。バチカンのニュースサービス等がそれぞれ専用アカウントを保持している。2012年12月4日、ベネディクト16世が 自身のツイッターアカウント、ポンテフェックスを開設したが、2013年2月28日の、強行の退位と同時に閉鎖されることになった。しかし実態としては、ツイート全削除、ベッアーカイブは残されるの上で、ユーザー情報の書き換えが行われたのみで、アカウント自体は損置され、徒座空位を表す、傘と天国の鍵の紋章と、絵でベイコントの表示のある状態となり、 3月13日に、コンクラーベでフランシスコが新教皇に就任すると、三重館と天国の鍵の紋章に戻り、我ら、フランキスクス、フランシスコを得たり、エベマスペイパムフランシスカムとのラテン語のツイートが、なされ、その後フランシスコが使用することとしたためリニューアル、された。すなわち、ポンテフェックスのアカウントは、教皇専用であるのみで、代が変わっても、 同一アカウントをそのまま用い続けることが示された。ポンテフェックスを使うかどうかは、時の教皇の移行次第となるという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。